で珍しいのか、この船は日本にたった2隻しかありません。そのうちの1隻です。じゃあ何をする船か、どんな舞台なのか。この船は総海母艦といいます。総海母艦浦賀。総海というのは先ほど見てもらった総海艇、プラスチックで作られている船、機雷を取り除く船ですね。それのお母さんの役割をする、母の船と書いて母艦です。先ほどちょっと遠かったんですけど、603番の船、604番の船ですか、覚えてますかね。小さかったんです。この463